ねえねえママママママが声出しました。おはようございます。おはようございます。ママです。ママ今ね、兄ちゃんとエル君がね悪い子したんですよ。っていうか兄ちゃんが悪い子したんです。おもらししたんですよ、大きく。ごめんなさい。ママがそこでお掃除してた。エル君、おはようございます。おはよう。うるさいよ。お願いお願いお願い、今日ダメだ。エル君静かにしてくれないかな。おはよう。ひなの配信見ながら階段登らないでほしい。ひなのママね、なんで配信さしてんのにさ、ひなの配信を開きながら階段にいるんですよ今。聞こえる？ひなの声。エル君もおはようって言ってる。エル君ね、今日ちょっと朝から終わりのもらはしき。そうだよ、もう朝からみんなね悪い子なんですよ、うちの犬たちみんな。おはようございます。やっと落ち着いた。お掃除が終わったみたいです。お仕事開始します。今日も一日頑張ろう。いってらっしゃい。ありがとうございます。もう本当に最悪、朝からめっちゃ兄ちゃんのさ、なんだ逃げるかでいいじゃないか。いや本当に嫌だ。でも本当になんかさ、兄ちゃんさ、ちょっとイライラすることがあるとすぐさわざとするんですよ。わざとあの違うところにするんですよ。はい、おはよう。おはよう。おはようございます。不満があるのかな。そう、不満があるときです。不満があるときは、あとエル君は逆にバカすぎて違うところにやるんですよ。バカすぎてなんかちょっとふわふわした足の感覚があるとそこでやっちゃう。あのやる場所って、犬のさ、そのやる場所ってちょっとふわふわしてるじゃないですか。髪がふわふわしてて、それをそのなんか、例えばヨガマットとか、ヨガマットみたいな性質のふわふわしてる地面だと、それだと勘違いしてバカすぎてそこでやっちゃうんですよ。ニコはわざとだけど、エル君はバカすぎて。ハートありがとうございます。ひなちゃんおはよう。おはよう。そう、から大変です、犬が。そう、筋トレのマットとかエル君本当にそれをね勘違いしてね、そこでねやっちゃうんですよね。おはようございます。お疲れ様です。エル君おバカ。そう、おバカなんですよ。もう何でも柔らかいもの踏むと全部そこがね、おトイレだと思う。
毛布にされたことある？ありますよ。そういう柔らかいもの全部全部そうだと思ってるから。ニーヤンは絶対わかるんですよ、どれがトイレか。でもどれがそのシート、犬用のそのシート、どれが犬用のシートか分かってるくせに、わざと違うところでね何か思ってる時やるんですよ。おはよう、おはようございます。大変だったね。うん、大変。本当にさ、なんかさ、犬飼ってるとやっぱりさ、そういう面ではね、なんなんだってなる。だって悪くするんだもん。可愛いゲストありがとうございます。おはようございます。犬飼うの大変なんだ。大変だけど幸せです。それ以上に、それの何倍も幸せです。ただね、ちゃんとシートの上で2人がやってくれればもっと幸せ。だっていとこの家の犬とか超いい子なんですよ。絶対にそのシートの上でやるし、うん、全然違うところでやったりしないから、もう何も心配する必要ないんですけど、うちはもう毎日心配。やしちゃん、おはよう、おはようございます。おちゃん好き、嬉しい、ありがとうございます。エル君たちは車乗せて行ったりする？行きますよ、いろんな公園とかお散歩に。では出かけるのでこれにて、ありがとうございます。朝からバイバーイ、ありがとう。出現難しそうだね。なんかさ、そうちゃんとさしつけていけばいいんだけどさ、もう諦めてんですよ。もう飼ってさ6年、まあ、兄ちゃんはちゃんとトイレでやりますよ。エル君だけは本当にダメなの。ちゃんと覚えてるんですよ。覚えてるっちゃ覚えてるけど、そうバカすぎて違うところで柔らかいもの全部そのシートだと思ってるから。ハートありがとうございます。うちも間違える、本当そう間違えるね。間違える、嫌だ、悲しい。お掃除もさめんどくさいじゃないですか、間違えられると。だるまありがとうございます。可愛いゲストありがとう。ねひこちゃん、おはよう。配信来たばかりだけど学校だからごめん、行ってくる。行ってらっしゃい、頑張ってください。学校行ってらっしゃい。ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。ワンちゃんは飼い主に似る。いやそこまでバカじゃないから、私目で見てさ違うじゃないですか。だってさ、いや違うでしょ、目で見てわかるものを足の踏み踏みの感覚でやっちゃうのはちょっとバカすぎですよ。さすがに私は目で認識できますよ。昨日の浴衣可愛かったよ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。朝配信来れた、ありがとう、朝からありがとうございます。今日も朝からエシちゃんに会えて嬉しい。こちらこそありがとうございます。朝からの踏み踏みって言い方が可愛い。そう、まあ足の踏み踏み、なんて言うんだろう、まあそんな感じ。浴衣配信見れなかったけど、モバイメンの浴衣可愛すぎて、嬉しい、ありがとうございます。また朝も送りますね。そう、ありがとう。昨日ね、そうたくさん撮ったんですよ、写真を。
でもね、なんか意外とあんまりピンとこなくてなんだろう、昨日なんか全体的にねうまくいかない日だった。 TikTok も、あいこおはよう、おはよう、朝からポニテかわいい、ありがとう、嬉しい。もまめ面白かった？え、なんかあったっけ？私昨日なんか面白いものを送りましたか？ジーコ君の話ですか？仕事行ってきます、今日も頑張っていこう、行ってらっしゃい、ありがとうございます。自分に引いた話たくさん通ったということは半目ばかりとか、昨日でも意外とあんまり半目じゃなかったんですよ、ただ単に顔が盛れなかったっていう日でしたね昨日は。昨日そうなんですよ、なんか、あ、自分にドン引きした話ね。いや本当に怖い、びっくりした。なんか昨日まあ普通に回覧板を書いてたんですよ。でなんかエル君が後ろのソファーで寝てて、自分はね別に気にせず普通になんかいつも通り、まあ、エル君は後ろにいるけどエル君にずっと話しかけてたんですよ。でなんか歌ったりしてて、なんかエル君の歌みたいなのめっちゃ大きな声でずっと歌ってて、でなんか自分は別に気にしなかったけどママにやばくねみたいな、やばいよそれみたいな言われて、やばいよそれっていうかなんかうるさくねって言われて、なんかうるさくないって言われて、あれ日ね自分今何喋ってたっけって思って考えてみたらめちゃくちゃ引きましたあまりにも自分が大きな声でエル君に喋りかけてプラスずっと歌ってたんですよ。ごめんねエル君うるさくして、今ちょっと歌ってみて、覚えてない、もう即興でなんか適当になんかジーコキュンジーコキュンみたいな感じで適当に歌ってるだけだからいつものこと、いやいつものことなんですけど、こうやってなんかジーコ君にしゃぶりかけたり歌ったりするのはいつものことだけど、昨日は結構やばかったんですよ。なんか昨日はちょっとねいつも以上になんかうるさかったでもジーコ君全然聞いてくれてない、ずっと爆睡してました、ひなが歌ってる途中超大きい声でさ、部屋中響き当たる大きい声でさ喋りかけて歌ってんのにさ、全然大爆睡してました。本当にヤヒちゃんのモバメ撮っててよかった、本当嬉しい、ありがとうございます。何ありがとう、独り言だったらやばいけどギリセーフだ。まあそうだね、私喋りかけてるんですよ、独り言じゃなくて喋りかけてるので、まあ普通ですよみんなだってまあ動物飼ってる方はね話しかけませんか、お犬さんに、お犬さんというか動物に。私はもう日常茶飯事すぎて、なんか多分みんなが見たら引いちゃうかも。日常茶飯事喋りかけてます愛犬に。もうねエル君にまず話しかけて、まあ兄ちゃんかエル君、まあその時近くに、まあ大体エル君が自分の近くにいるからエル君に話しかけて、でエル君がちょっとに、まあひながしつこすぎて逃げるんですよ。そうすると今度兄ちゃんって兄ちゃんに行って、またエル君に行って兄ちゃんに行っての始まりじゃないの繰り返しです、もう一日中もうずっと
本当に家にいると、家にいると話さないことがないです。もうずっと話しかけてる。本当にびっくりする方、多分みんなねびっくりすると思う。ひなが家でずっとずっと口開いて喋ってます、ほぼほぼ。おはよう、かわいすぎて朝から仕事頑張りそう。嬉しい、ありがとうございます。頑張ってください。いってらっしゃい。話しかけるのは愛情。そうだよ、もう好きだから話しかけてるんですよ。自分ももう20年以上引くぐらいあやけに話しかけてる。ねえ、いいよね、やっぱ話しかけます。何を話すのよ、なんだろうな。でもなんかわかんない、自分でも何話してるかわかんないけど、まあなんだろう、歌歌ったり、ジーコキュン、ジーコキュンで即興で歌歌ったり、なんだろう、めちゃくちゃ褒めたたえたり、わかんない、何を喋ってんのかわからない。もう会社で見ています、お疲れ様です。すごい、ありがとう、朝から見に来てくれて。そう、ヤヒコエ今日も可愛いです、ありがとうございます、ありがとう。そうなんだよね。そう、でもまあ二人ともまあ全然無視しますけど、でもやっぱね大事、大事というか大事です。あれ、あ、虫刺されパッチがなくなってた、見つけたのにな、今虫刺され、昨日、昨日じゃないの、なんか気づいたら背中に2つも刺されてて、虫刺され、いつの間に刺されたんだ、ここにね、ここにまた虫刺されがあるんです。昨日のケーキ2つ食べたの、ママと食べました、半分ずつ、どっちの味も食べたかったので。パッチ毎日貼ってるの、まあ貼ってます、だって治らないんだもん、治らないとね、治るまで毎日貼っております。大事よ、私はもうパッチ、パッチもずっと治るまでつけます、痒いから。しかも書いちゃうからね、その触らないようにやっぱつけるの大事。日焼けの線が綺麗、嘘、見える、あ、本当だ、めっちゃやばいですね、悲しい、めっちゃ悲しい、悲しすぎる。ひなためっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとうございます。ヤヒちゃんに会えるから早起きも苦にならない、ありがとう、感謝感謝、ありがとうございます、朝からみんな。背中、そう背中にね今めっちゃ痒い蚊に刺されがあるんですよ、悲しい。綺麗に焼けましたね、そう綺麗に焼けました、もう境界線がねすごい。仕事に戻ります、お疲れ様です、いってらっしゃい、ありがとうございます。朝からよく刺されるね、ね、なんか結構今年刺される、あの痒いは腕中刺されまくって、ひなたちゃんおはよう、見に来た瞬間にめっちゃいい日焼け見えた。めっちゃすごい日焼けでしょ、うん、あ、こっちも、あ、でもこっちも結構、でもやっぱこっちの方が境界線は強い、あ、強い、こっちやっぱすごいわ、こっちはねまだなんかギリギリ慣れてるけど、これはもう確実に境界線ですね、境界線っていうの、うん、パンスパンって切れてる色が。
頑張って証拠だね。そう、もう本当にこんなにひな焼けると思ってなかった。なんか自分があんまり焼けたっていうね、こういう色の差を、自分の肌でこういう色の差を見たことないんですよ。多分いつも全体的に黒くって、だからそのこういう差を見たら、あ、焼けたくないなって思った。はい、こちゃんおはよう、間に合った、ありがとうございます。ありがとう、朝から可愛いギフト、尊いギフト、ありがとうございます。ショー切ると日焼け跡綺麗にはまる。そうだよ、だから綺麗にはまるからいい感じに。でも黒いやん、黒いのが嫌や、嫌だわ。はまったところでさ、まあ確かにこの日焼けはね気になんないよ、多分境界線が見えないから。でもここから出てる肩が黒いの悲しい。あと7本か。ああ、今日なんか夢見たかな、なんか見た気がするんだけど全然覚えてないわ。なんだっけな、あ、聞いてください、昨日昨日ですね、あの昨日まあ寝ようと思って、もう部屋を暗くしてもう寝るっていうね、まあ寝ようとはしてないんだけど、もういつでも寝れるよっていう感じで、あの部屋を暗くして TikTok を見てたんですよ。まあ普通にまだ眠くなかったから TikTok をね、ずっとこう、まあずっとスライドして見てたんですよ。そしたらなんか写真みたいな、写真みたいな画像が出てきて、でなんかちょっと怖い音源だったんですよ。あ、なんだろう、ちょっと気になるな、怖い音源とかで。ちょっとひな、まあ怖いの好きだからさ、めちゃくちゃ怖がりだけど怖いの好きだから、まあなんだろうと思ってちょっと気になって、こう、まあ、写真みたいな、なんか人間が2人写ってて、多分撮った写真だったんですよそれは。で怖い音源でなんだろうと思ったら、その写真がねどんどんアップになっていったんですよ。そしたら、まあ、心霊写真だったんですよそれが。なんか二人がこう立ってる、こう立ってるんだけど、二人のこの間から人の顔がね、こうやって目がこうやってこっち見てる写真だったんですよ。これが人だとして、こうやって目が人の間からこうやってバーンって目がかっぴらいてる顔だったんですよ。でも本当にもう結構夜中で、もう1時半くらいだったんですよ。1時半くらいで、もうめっちゃ怖くて、もう一瞬で TikTok 閉じて、はるかに、はるか起きてる、はるか起きてる、やばいやばい、怖い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 って LINE して、まあ、はるかね、その時たまたま、まあ5分前くらいにちょうど LINE してたから、はるかと5分前くらいにちょうどはるかと LINE してて、もうはるか起きてるってね LINE して、怖い写真見ちゃったって、寝れないわって言ったら、やめ、はるかがね、やめてやめて、はるかも怖いの怖いみたいな、早く寝てみたいな言われました。うん、怖かった。え、結構なんかあの写真が忘れられなくて、あの見た瞬間鳥肌立ったんですよ。背筋がゾワゾワしたというか、本当になんかめっちゃ怖い顔。これが人でしょ、人で、なんか例えばなんかカバンとかなんかいろいろ荷物を持ってたんですよこの二人は。だから本当に隙間がちょっとしかなくて、その間からこうやって目がね、こうやってかっぴらいてる目がこっち見てたんですよ。おはよう、仕事行ってきます、行ってらっしゃい、明日からありがとうございます。でもまあそれがね怖かったです。怖かった、はるかが起きててよかった。でも本当によかった。
もう誰か起きてなかったらひなもう無理だった。もう本当に怖くて、もう誰かに助けを求めたかったんです。もう怖くてもう一瞬で TikTok 閉じました。夜中に見ちゃダメなやつ本当に。まあなんかさ、夜中に怖いのもあって、昼間だと、まあ、全然、まあ、全然ではないけど、昼間だったらまだね明るいからいいじゃないですか。でも夜にそういう流れてくるとめちゃくちゃ怖い。 TikTok 結構さ、そういう時に限って怖いの流れてくるんですよね。金曜日によりも奇妙な物語あるよ。本当？え、それガチの話ですか？めっちゃ嬉しいんだけど、え、本当ですかそれ？マジ？やったー！本当？やば。めっちゃ楽しみ。え、やった。え、本当？え、やばば。あー！びっくりした。マジですか？え、めっちゃ楽しみ。やば。絶対に見る。え、最高最高最高ですそれ。わあ嬉しい。みんなで一緒にやめも奇妙な物語見ような。え、見よう。え、みんな本当に好きなんですよ。なんかさ、最近あんまり怖いテレビやんないけど、本当にあった怖い話とか、世にも奇妙な物語とか超好きなんですよ昔から。怖い系あるといいね。奇妙な物語だけだとあんまり面白くない。お化け系あった方が絶対に面白い。あ、あと1分。みんな朝からありがとうございます。今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。夜は18時から19時にまた配信します。夜もよろしくお願いします。朝からありがとうございました。また明日。バイバイ。ありがとう。ギフトとコメントありがとうございます。バイバイバイ。